全力リプレイ。9番ホールの服部からご覧いただきます。こんなに距離のあるバーディートライ、これを入れて、後半もね、まずまずにまとめた、イーブンパーに最終的にはまとめた、そのつながりにもなりました。鈴木真彩の10番もこのタッチも微妙な ね、はい、下りラインだと思うんですが、よく入れました。さらには竹山、本当にラインに乗せて、ね、うまく転がしてあげるという感じでね、これがね、こういうのがやっぱりちょっと、プロ冥利に尽きるというか、読んだ通りに打てて転がって入るみたいなね、フィートというね、この高速グリーンをうまく制したという瞬間です。山田うまく入れた18番、フィニッシングホールのバーディー。竹内のこの18番のセカンドショットは圧巻でした。2バウンド目にツツッとスピンがかかって、